香港国安法に関する事件に判決陪審員不在河南省洪水民衆の不満と情報統制李克強首相被災地の実態を語る自己防衛提言中国共産党擁護者の覚醒台湾人に謝罪中国共産党を絶対信じるな中国共産党メディアイギリス空母の南シナ海入りを批判 各位观众大家好今天是7月28日,昨日香港国家安全法に関連する最初の事件が判決されました今回陪審員はいませんでした高等裁判所は国家安全法の指定裁判官であると例表しホー・ホーキン氏、陳・カシン氏の3名による15日間の新人を経て 昨日被告人である唐英傑氏に国家分裂を扇動した罪とテロ活動に従事した罪で有罪判決を言い渡しました裁判官は検察側の証人である霊南大学歴史学部の劉智峰教授による香港を取り戻せ時代の革命だについての解釈を受け入れました弁護側の専門家による分析は特に有用ではないと判断しました 裁判官はスローガンには複数の意味が含まれることが可能だとして、このスローガンが中華人民共和国から香港を切り離すという目的を少なくとも含める可能性があることについては、どちらの専門家も異議を唱えなかったと述べています。裁判官は本件の状況におけるスローガンの自然かつ合理的な効果は、他者を国家分裂へと先導し得ることであると判断しました。 テロ行為について弁護側は被告人が警察官にぶつかる前にブレーキをかけていたこと信号機の前で停止していたことおよび救急用品を所持していたためテロリストの行為ではないと述べました裁判官はこう示しましたテロ活動を行う人には典型的な行動がなく普通の人のように振る舞うこともある被告人は警官にぶつけたが警官は香港の法律と秩序を代表する 被告人の行動は社会に深刻な危害をもたらし一般市民を脅すことで政治的な目的を達成しようとするものだった香港民意研究所の趙健華副総裁は今回の判決を規定の出し物と表現しました趙氏は大期限にこう語りました弁護側の専門家がどれほど人情や道理にかなっていても検察側とその専門家の主張がどれほど謙虚であっても すべて政権が計画したかのように展開されていた一方河南省では娘の死を悼むことが国家分裂扇動罪になりそうです7月20日河南省鄭州市の地下鉄5号線が冠水し多くの乗客が閉じ込められました政府のウェイボーアカウント鄭州発布は7月27日地下鉄5番線での死者が14人に増えたことを知らせ死者のリストを発表しました しかし中国のネットユーザーは死者が14人ということに疑問を呈し地下鉄側の責任を追及するよう求めています26日は17日人なぬかです多くの死者の遺族や一般市民が事件現場に近い佐幌炉の地下鉄入り口の外で花を供えたりろうそくを灯したりして死者を弔っていました当日外の気温は33度にまで上がっていました その中蒸し暑い青い雨着を着た一人の父親がかごとハンドルに大きさの異なる弁当箱を1つずつ下げた自転車を押してたどたどしく歩いてきました自転車にはニューニュお父さんはやはり君を迎えて家に帰りたいと書かれた札が差し込まれていましたネット上に出回っている動画や写真にはこの父親が地下鉄の入り口で頭を下げて黙って座っている姿も映っています 着ている天城は娘と別れた時に着ていたと言います娘が自分を見分けられないことを心配してあの日の天城を着て娘を迎えて家に帰ることを待っていると言いますこのシーンは多くのネットユーザーを悲しませましたあるコメントではもしその娘が自分だったら私の父もきっとショックを受けただろうあまりにもつらい永遠に迎えられない宝の娘と書きまた感動したやましさを感じた まままたた天才だとと一言でで済ませないで責任を問おうと憤慨したコメントもありますネットユーザーが悲しみ嘆いている一方でその父親が影響を拡大するために大げさにやっている外国勢力だという異様な声もありますあるネットユーザーはこれらのコメントが馬鹿げているとしよくやってなかったのに指摘することも許さない亡くなった方の遺族や一般の市民が花を供えているのに 外国の勢力が入り込んでいいるというもうしょうがないとコメントしていますその後26日の遅い時間になると花束で埋め尽くされていた地下鉄入り口付近が政府によって人の背丈よりも高い黄色い板で囲まれ市民の怒りを買いましたもし震災の日に洪水を食い止めることができたら今日市民が花を供えることを遮る必要はなかったというコメントがあれば お悔やみの言葉を述べている人に対しても安定維持を実施している遮っているのは民衆の心だという声もありましたその日の夜自発的に地下鉄入り口の外にある板を取り外し始める人がいましたいち早く板を押しのけた一人の男性は被災者の帰り道を塞がないでくれと言いましたそれに手をたたいて励ます人もいれば手伝いに名乗りを上げる人もいました しかし27日の正午鄭州市政府が人を派遣して再び地下鉄の入り口を板で囲んでいる映像がアップされましたベテランのメディア人である江藤氏はラジオフリーアジアに対しこう語りました現在政府は洪水と戦った軍隊を見送ることを宣伝している人々が涙を流しながら見送ったり軍用車両にプレゼントを無理やり押し付けたりと いわゆる軍民の魚と水のような深い情を示すさまざまなパフォーマンスをしているが実際の状況を人に見させず葬式を喜ばしいこととして扱っている講師は政府は世論を誘導し見るべきものを見させず発するべき声を禁止しているすると多くの人が目にするのはやはり静かで平和な場面だけだと語りました 河南省での洪水上海・浙江省でのハリケーンは多くの混乱と被害をもたらしいまだに本当の死亡者数を知ることができませんこれまで中国共産党中共上層部は一度も被災地に現れたことはありませんが7月26日には李克強首相が洪水干ばつ対策総指揮本部のビデオ会議を主催し一部の実態を明らかにしました ビデオ会議で李首相は事実に即して問題を処理し、救援などの情報は公に透明に公表されるべきだとし、また早期警報、対応メカニズムを強化して迅速な警告、迅速な反応ができるようにし、緊急処置能力と国民の自己防衛意識を向上させるべきだと述べました。 時事評論家の証言紙によると李首相の演説は地方政府関係者が災害情報の透明性のある公表をしておらず迅速な対応もできずさらに緊急処置能力が欠けていることを批判し最後には国民に自己防衛意識を高めるよう助言するしかなかったのだと言いますしかし李首相もダムが夜中に密かに排水ししかも事前通知しなかったことに触れる勇気はなく 国民は自己防衛するしかありません本来災害発生後に中共は水害防止・防災指導グループを立ち上げていましたが今回はこれまでそのような関連報道はありませんその理由として少氏はもしそのような機構を設立した場合誰がリーダーになるのか 習近平が自ら担うと、その後の一連の責任を負わなければならず、李克強が担うとなると、習近平は権力を異常したがらないかもしれない、と分析しています。また、少子は、李克強は被災地に行くことができないだけでなく、洪水対策を支持する権限も実際には与えられておらず、四川大地震の時の温家法よりも実験がない、との見解を示しました。 河南省で洪水災害が発生後、中共の上層部は誰一人として被災地に向かう者はおらず表に出てきて洪水対策を指示することもない一方、当局はさまざまな手段を講じて実際の犠牲者数を隠蔽しています最近、中国のソーシャルメディアで中国のミニブログ投稿サービスウェイボーのある投稿と通話記録が流出しました。 ブロガーのポークベリーさんは投稿の中で鄭州市で保険の仕事をしている友人の話として合計91箇所の地下鉄が水没しこれまでに40億元約674億円を賠償しなければならないようやくどれほどの地下鉄が水没したか分かったと書いています一方通話記録の方はかつて鄭州市の某ネットワーク会社に勤めていたプロの誤毛塔 中共のネット宣伝工作員男性の弟とある台湾人の会話でした同男性の弟は台湾人に謝っていました自分の兄の生前の仕事は台湾人の心をかき乱すことで先月からこの台湾人男性に嫌がらせをしていたそうです同男性の弟によると兄は今回の洪水で死亡し7月23日に地下鉄強行線の列車内で遺体が発見されたといいます また22ヘクタールを占める鄭州市の27葬儀場には数千人の人々が遺体を確認するために訪れ黒幕で覆われた多くの遺体も目にしたと話しています亡くなった同男性の弟は台湾人に中京当局が発する全ての情報を決して信じてはいけないどれも真実ではないと伝えましたさらに鄭州市民は今回の洪水でこの国が欺瞞に満ちていることを徹底的に見抜き 指導者の目には市民の生命が一塊の単にも及ばないことは確実だと述べました一方中共管制メディアはこのような情報を取り上げず海外批判に力を入れています先日イギリス海軍のクイーン・エリザベス空母打撃軍が南シナ海に入り空母よりも先にすでに到着していた軍艦もありましたこれに対し中共管制メディア環球時報は怒りをあらわにし批判の言葉を浴びせています アメリカ海軍協会 USNI のウェブサイトによるとクイーン・エリザベス空母打撃軍は21日から22日にかけてベンガル湾で行われたインド海軍との根幹演習の後同打撃軍は別々のグループに分かれ行動したとのことです同打撃軍にはアメリカの海兵隊戦闘攻撃飛行隊 211VMFA211 と イギリス空軍617飛行隊ダムバスターズも加わっています7月25日時点でイギリス海軍補助艦隊の給油艦タイドスプリングはシンガポールを出発し南シナ海に向かっています同じ頃イギリス海軍原子力艦隊潜水艦 HMS アートフルもシンガポール海峡を越えて南シナ海に向かっています南シナ海でのイギリス空母打撃群の出現について北京当局はまだ何の声明も出していませんが 中京メディア環球時報の英語版に掲載された記事ではイギリスの動きはアメリカが高校の自由で行っているようにアジア太平洋地域での軍事的存在を示すための挑発行為であると示していますさらにイギリスはまだ植民地時代に生きていると批判しイギリスの空母に疫病が発生したことや空母がアメリカとの調整のために南シナ海に向かったことにも触れました 今日嘅疫情最前线就到呢度，多谢各位收睇，守护真相，绝对唔会放弃，我哋一坚守，需要大家大力嘅支持，更加需要大家订阅我哋 p a t r o n 我是 Zack，下次再同大家见面。